三郎国威をまとう人1郊外の椅子町へ越してきてから間もない頃ふと私は目を病んだ初めはかゆいくらいで大したことはなかったがそのうちに充血がひどくなって。 まぶたを返してみるとなんだかボツボツがあるようなのでトラホームじゃないかしらと不安になってきた先の住まいで3つになる子が軽いトラホームにかかってから私たち一家と言っても妻と子供と3人きりだがは顔病にはだいぶん神経をとがらしていたのだった一度見てもらおうかね私はある朝妻に言ったえ それがいいわ。妻はたちまち賛成した医者嫌いの私の気性を知っているので今まで言い出しかねていたのを私から切り出したので妻にとってはこんないい機会はないのだったぜひ見てもらってらっしゃい薬を売らない医者があるかしらそんなお医者さんがあるもんですかまたかという顔をして妻は原かに否定した 俺は、放酸水など高い金を出して買いたくないからね。トラホームかトラホームでないかが知りたいんだからね。その代わり診察料は払うよ。あなたはいつでもそんなことを言いなさるけれども、日本には薬を売らないお医者さんなんかありませんわ。慣れているので、私が外国ではと言い出す気遣を巧みに制しながら、しかし情けなさそうに妻は言った。 じゃあ仕方がない。私は割に素直に譲歩した。ところで、どこへ行こうねそうね。森川さんはどうなんだか変人みたいなお医者さんだけれども。妻は首をかしげながら答えた。森川って忘れっぽい人ね。ここへ来たてに坊やを見てもらったじゃありませんか。 そうそう、あの医者だね。私は思い出した。さきの住まいで子供がトラホームだと言われたから、一週に一度くらい医者のところへ店にやったのだったが、ここへ越すとその医者へは遠いので、近所の医者になじみをつけておこうと思って、その森川という眼科医のところへ連れさしたのだった。坊やはトラホームじゃないんですって。帰ってきた妻は、 半信半疑というふうでそう報告した森川医師の説によるとトラホームは遺伝素質のあるものに限って感染するものでそう恐れなくてもいい第一この子はトラホームじゃないというのだったでもねお父さんが幼い時トラホームにかかりなすったそうだから孟やには遺伝があるから油断はできないわね 妻は上機嫌で子供に頬ずりなどしていた。私は仕方がなく苦笑したそんな光景を思い出したが近頃神経衰弱の気味でよく物忘れする私はもうその医者のところを忘れてしまっていたどこだっけねそらザカの中ほどの肉屋の角の横丁ねあそこを入ったところだったんですが このおいだから D 坂の上へ立派な病院を新築していたからもう多分出来上がってそこへ越したろうと思うわ今日御用聞きに聞いとくわいらっしゃるのはいずれ晩でしょ妻は飲み込んだような顔をしたそこで私はその朝はいつもの通り会社に出勤して夕方目をしょぼしょぼさせながら帰ってきたのだった森川さんはもう坂の上の新築へ越したんですって いらして。妻は私の顔を見ると言ったうん夜でも見てくれるんだろうねくれるでしょう、無論じゃあ飯を食ったから行こうそんなわけで私は夕飯を済ますと家を出てリザカ上に向かった朝からどんよりと曇った空だったのでこの調子では初雪でも降るかと思っていたが 雪にはならならいでその代わり夕方からヒューヒューと北風が吹き出したので外はかなり寒かった私は早足で坂を登っていった坂の上の店屋のちょっと途絶えた薄暗いところに新築の洋風委員は三角形の高い屋根を見せながら立っていた玄関はちゃんと開け放しになっていて入り口の鴨居の真ん中に取り付けた電灯が 新しい柱に似合わしくない大きな古めかしい「森川眼科という看板をぼんやりと照らしていたがその他には明かりらしいものは漏れていないで中はがらんとしていた私は少し躊躇しながら玄関の中へ入った一坪余りのコンクリートで固めた土間の片隅にはかんなくずや畳の切れ端や古新聞紙が砂に混じってうずく積み上げてあった 突き当たりに見えるらせん型の階段は上ったところの2階の天井につるしてあるらしい下からは見えない伝統で上部が薄明るくなっていたが全体は暗い影に覆われて欄干が異様な人影に見えたりした生乾きの壁のにおいやペンキのにおいが変にジメジメとした感じを与えて立ったばかりというよりはいまだ完成しないうちに移転してきたらしく まるで夜更けに人けのない局場団の小屋組でものぞいたような気がするのだった私は半ば諦めたがとにかくと思って案内をこうてみたごめんください一度で返事がなかったら帰ろうと思っていると意外だったことには私の声が終わるか終わらぬうちに暗い廊下の奥からスリッパを引きずる音がバタバタとせわしく聞こえて 小柄なずんぐりした気短そうな中年の男が両手で上着の襟をつかみながらイライラしたという様子で出てきたが別に口をきこうともせず立ったままじっと私を見下ろした診察していただきたいのですが私はちょっと尺に触ったが森川医師かもしれないと思ったので丁寧にそう言って頭を下げた。 お上がりなさい。彼は私の顔を見てちょっと考えたようだったがすぐ無造作にそう言って先に立って薄暗い階段をバタバタと上がった私はオズオズと彼の後ろに従った2階は十畳敷を2つ合わせたくらいの広さだった表に向かった方へはかなり大きな窓が3つ開いていたが かば色の粗末なカーテンがおろしてあったので外は見えなかった奥の方は薬局になっていてよく銀行などにあるようなひじつき台のついた腰くらいの羽目で囲われてその上にところどころ金型の小窓のついた三尺ばかりの低い塀がついていた塀の上部から薬瓶のたくさん並んだ戸棚が見えたこの広い部屋に、 電灯というのは薬局の中央にぶら下がっているのが一つきりで部屋の中央から窓際にかけては足元がようやく見えるくらいのもので床に張り詰めたリノリウムが変に黒光がして窓際に置いてある患者の待合用の長い子や中央の診察用の大きなテーブルや回転椅子などが電灯に向いた反面のところどころを鈍く光らせながら真っ黒にうずくまっていた。 薬局と診察用のテーブルとの間あたりの壁に取り付けてある電話機が怪物の目玉のように薄気味悪くあたりを睨んでいた先に立っていった小柄な医師は中央の診察用のテーブルの脇へズカズカと行くとパチッとその上の伝統のスタンドのスイッチをひねってテーブルの前の椅子にどっかとかけると相対している回転椅子をぐるりと回して自分の方へ向け私をさし招いた テーブルの近所だけがしらじらと明るくなって天井の一部と周りの白壁の一部に反射光を投げかけたのがかえって白い部屋を一層不気味にしたどうしました私が回転椅子にかけると彼はじろじろ私の顔を見ながら言った彼はやはりこの病院のあるじの森川医師だったのだひどく充血しまして 目の中がコロコロするようなんですが。ああ。彼は私の言葉を遮って。お名前はそう言って彼はテーブルの上へ紙を述べた。神山義夫。ああ。神様の神。それから吉は義の字ですね。おう ししょうずるわかりま森川医師は必要な事項を書き終えるとすぐ私の方へ向き直り骨ばった手を差し伸べて巧みにくるりとまぶたを裏返した。 トラフォームじゃないでしょうか。私はやや仰向けになって私の意志に反してともすれば閉じようとするまぶたに医師の頑丈な指の聴力を感じながら上ずった声で尋ねた何トラホームじゃない結膜炎だ俗に流行り目というやつだ大したことはないだがこいつは トラホームよりはよほど電線力が強いよ森川医師は存在な言葉で答えたそうですかトラホームでないと聞いて私はほっと安心した医師は片手で私のまぶたを押さえたまま片手に点眼器を取って小さい目薬瓶の中に突き込んでちょっと惜しみますよそう言ったかと思うと 彼はたちまち薬液を点眼したがあっという間もなくもう一つの目を広げて同じように薬液を垂らしたこの時の飛び上がるような痛さ私は経験のない人に詳しくそれを語らねばならない後で聞いたところによるとこれは硬飯水といってよく使う眼薬だそうだが私の場合はことによると液が濃かったかあるいは量が多かったのかもしれない 本当に目の中が焼けたたれるようだった石鹸の水が染み込んだ時のような刺激する痛みはなく、痛み方には幾分柔らかみはあるが、石鹸水の痛みが横に広がる痛みだとすれば、広範水のそれは奥の方へ広がる痛みで、みるみるうちにまぶたが腫れ上がって、眼球が溶けてしまうような感じがして、熱い、煮え返っているような涙が無限に湧き出してきて、 ほろほろと大粒になって頬を伝わって落ちるのだまぶたには千金の重みが加わって必死の努力をしなければ紙一枚の幅さえ開くことはできないそうしてそんな異常な努力をして文字どおりに瞬間だけ開けて閉じてもそのために痛みは何倍となく増し熱類はあふれるように流れるのだ かえって上下のまぶたにあらんかぎりの力を込めてぐーっと閉じている方が痛みがいくらか楽になるのだったしばらくは飽きませんよ森川医師は子供投げにそう言うとさっと席を離れたどうやら下に降りていくらしい私はがらんとした広間に目つぶしを食ったままただ一人取り残されたのだやがて 下で森川医師が電話をかけ始めたらしく大きな声で怒鳴る声が聞こえたもしもしああお前か今患者が1人来てね10分くらいかかるだろうと思うのだ今8時10分前だねああもしもしわかるかいもしもし 電話はちょっと途絶えた。やがてバタバタと階段を駆け上がる音がしたが壁の電話機に向かったらしくガチャリと受話器を外す音がしたああ、もしもしこれならよく聞こえるだろうもしもし下の電話機はダメだねもし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 では今は8時10分前だろう 8時までには患者の方は済むからそれからすぐ自動車で飛ばすとして8時半ええ8時半それまでにはそっちへ行くよそれまで持ちそうかねああそうか困ったなカンフル注射はやったんだね3本え34本ああそうかよし ガチャリ受話器をかける音がした森川医師は電話を済ますと私のそばへ来ていったまだありませんかなんだか長老しているように聞こえたのは私のひがみだったろうかええー、私はかすかに答えた実は妹が今死にそうなんでね そう悲しんでもいないような調子で彼は言い訳がましく言った家内も書生も看護婦もみんなその方へやってあるんでね僕一人しかいないのですよ薬をこしらえておきますからねもうすぐ開きますよそう言ったが彼は薬局へ入った様子はなくそわそわとまた下へ降りて行ったらしい 私は再びただ一人取り残された1分2分痛みは容易に去らない熱類はあとからあとからと頬を伝って流れていくまぶたに懸命の力を込めて瞬間だけ開いてみるとテーブルの端と主のないひじ掛け子がちらりと見えるばかりで閉じた目は以前に数倍する痛みにせめられて 煮えくりりるる。ような涙がほとばし私はちっとも人気のないがらんとした未完成の病室の一室にいつまでも目の見えないまま座っていなければならないのだ下では肩とも音がしない森川医師は何をしているのだろうか私はだんだん不安になってきた私は 何か毒薬でも点眼されてこのまま失明してしまうのではないだろうかそんな馬鹿げたことさえ考えるのだったこんなところにじっと座っていて仮に担当を持った教官が脇へ来てもぐさと人さしされるまで私は少しも気がつかないのだそんな馬鹿げたことはないにしても今不意に大地震があったらもし下から火が出たら メラメラと下のような赤い火が今座っている床から頭を出しても私は見ることができないのだ大きな空き家の一室のようなところに目の見えないままただ一人置かれた私は離れ小島の闇の中に置かれたような気がするのだ一歩外を出ればそこには半荷な D 坂の店々が軒を並べて冬とは言いながらなかなかのにぎわいを見せ 現にここへも時々電車のきしる音や夕刊売りの叫び声が漏れ聞こえてくるのだが目の見えない私にはそれが妙に遠く聞こえて行くことのできない別世界の物音のように思えるのだった普段から探偵小説や怪奇小説を愛読してことに数日来ある不思議な恐ろしい物語を単独していたのでその中にあった数々の怪奇な場面を思い出したりして 私はますます心細くなっていくのだそうして「ああいずくんぞ知らんこの時すでに私は探偵小説中の人となっていたのであるいまだ熱類の流れるのが止まらない双眼をつむったままいろいろと奇怪な妄想を巡らして不安というよりはむしろ恐怖に駆られながらじっと座っていると」 バタバタと例のこぜわしいスリッパの音がして森川医師が上がってきた様子なので私は救われたような気がしたまだ来きませんか私に近づくと彼は相変わらずあざけるような調子で言ったえまだです私は少し反抗するように答えたハハハ 出し抜けに彼が吐き出すような低い笑い声を漏らしたので、私はびっくりすると同時にムッとした。私は不機嫌に黙ってしまった。だが私はお互いの呼吸の聞こえるような沈黙に耐えられなくなった。妹さんはどうですか。私はふとこんなことを聞いた。私はなぜ彼の妹のことなどを聞いたのだろうか。 大方さっきから一人ぽつねんとして目を閉じたまま色々いろいろ薄気味の悪いことを思い巡らしていたうち森川医師自身の口から聞いた彼の妹が死に瀕しているということからそれについての場面などを想像していたので今重苦しい沈黙に耐えられなくなったのと一つにはもし何か話しかけないと彼が再び下に立ち去ってしまうかもしれないという懸念から急いで話題を探したとき ふと思いついつたものであろうだがどうしたというものか森川医師は少しも返事をしないのだそして「うう」という変なうなり声みたいなものが聞こえるのだった私は一生懸命にまぶたに力を込めて痛い目を一瞬間開いてみたが目の前には医師の姿は見えなかった30秒1分 息詰まるような沈黙が続いた森川医師は下に降りた様子はないがどこで何をしているのか語りとも音がしないのだ私の不安は刻々に幾何球数的に増してきた彼は私に何か危害を加えようとするのではないだろうか彼の初めからそわそわとした落ち着かない態度 それは妹の死に直面しているためだろうかそれにしても彼の態度のうちには哀愁らしいものを少しも見いだすことはできないかえってあざけるような調子存在な言葉つきがあるばかりだ私はもうこの医師を信用することができなくなったふと異様な薬品の匂いがかすかに漂ってきたそれは桃のような匂いだった 医師の診察室に薬品の匂いのすることは少しも怪しむに足らぬしかしさっきから怯え続けている私は何とも言えない恐怖に襲われてきたのだった気のせいだか後ろから人の忍び寄るような気配を感じるのだ私はもうたまらなくなった叫び声を上げようとしたが次の瞬間に私は別のことで飛び上がった 電話が出し抜けにけたたましくなったのである私の心臓はガソリンエンジンのようにダダッと急速な運転を始めたガチャリと受話器を外す音がしたああもしもしうんそうだよ森川医師はやはり私のそばにいたのだ 出し抜けの伝令の音に彼も驚いたらしくはあはあ息を弾ませていた「何いけない死んだのか!?」最後の一句を森川医師はしゃがれた声でびっくりしたように言ったしかしそのキン,キン数語のうちに悲哀とはにもつかぬ一種異様な歓喜ともいうようなそれとも いい君だというかざまを見ろといったような捨て鉢な語声がほんのわずかではあるが入っているのを私は聞き逃さなかった私がこんな微妙な心理をわずかばかりの言葉から感じ得たというのはにわかに一時的とはいえ目が見えなくなったために聴神経に全身のエネルギーを系統していたからかそれとも異常な経験で神経が極度に興奮していたためか それとも単なる妄想だったか。それは私には分からないとにかく私は森川医師が総脇に向かって「死んだのか」と叫んだ時にその言葉のうちに潜在している氷価のような冷酷さと孤狼のような残忍さを監督して私はブルっと震えた私の恐怖は絶頂に達した見えない目に、 森川医師の恐ろしい行使を感じて全身にじりじりと油汗を流したそして思わず「ああ<ー>!」という意味のない泣くようなわめくような悪夢にうなされた時に出すのと同じような叫び声を上げたのだったと「シュッ」という何かが空気とこすれ合うような音がした 次にガタンと何者かが壁に突き当たる音がしたがたちまち「うおという叫び声とともにドタンと人の倒れる音がしたそれから辺りはシーンとして耐え難い元の沈黙に帰ってしまった私はもうじっとしていられなかった「先生先生!先生」 と恥を忘れて小学生のようにわめいたしかし異様な反響があるばかりで何の返事もないのだ私はとうとう立ち上がったそうしてようやくいくらか楽になった目を23度パチパチと見開いてみた「電話機の下に人が倒れている。ああそれは森川医師に違いないのだ」 私はつま先探りにそろそろと彼のそばに寄ったそうしてボロボロとあふれる涙を手の甲でこすり取ってできるだけ長く目を見開いた私はよろよろとよろめいた電話機の下にあおむけざまに倒れている彼の胸に異国風の奇妙な形をした探検がほとんど垂直にぐさと突き刺さってそこからっ かな鮮血がドクドクと流れて床一面を染めているのだ彼は全く事切れていた私はズキズキ痛む目を開けたり閉じたりしながらようやく階段をふらふらと降りたそして外へ出ると泥酔した人のようにあてもなくひょろひょろと歩き出した外には北風がヒューヒュー吹いていた が私は寒さよりも恐怖のために下顎をガチガチ鳴らしていたすべては悪夢のように思えたりしたしかし私は何という怪奇な出来事に遭遇したことであろう私はどうすればいいのだろうかどの道をどう歩いたかどれくらい歩いたか私はわからなかったが多分そう長くは歩かなかったろう 私は後ろからよい止められて同時に軽く肩を押さえられるのを感じた私はびっくりして振り返った背の高い全身黒衣で包まれた人がじっと私を見下ろしていた見知らない人なので私は逃げるように歩き出そうとしたああもしもしちょっとお話申し上げたいことがあります私と一緒においでくださいませんか 決してご心配にななな、るようなものでははありません。彼は真面目なしかしどことなく温かみのある態度で私を愛舞するように言った私は彼からいい印象を受けた私は別に逆らいもせずいまだズキズキと痛む目をパチパチさせながら彼に寄り添うようにして黙って歩き出した彼は多分下にはタキシードを着込んでいるのだろうが 上には真っっ黒なインバネスを羽織っていた。頭にはシルクハットをかぶっていたがそれが彼を一層背高くかつ全身が黒意で包まれているように見えるのだった私たちは暗い横丁から急に明るい通りに出た私の目は光の刺激でひとしきり傷んでちらほら通る人が水眼で見るときのようにぼーっと宙を歩いているように見えたりした 刻衣をまとうた人は私をあるカフェに連れ込んだ二階の別室は空いているかね彼は応用に九時に聞いたはい空いております九時は因銀に答えたじゃあ案内してくれたまえ私たちは二階の別室に通された会場にはほとんど客はいないようだった の人はに言った。それからね君この方はご覧のとおり目がお悪いので目薬を刺さ,されたがそのためよく目が開けないので困っておられる熱い湯でタオルを絞って持ってきてあげてくれたまえはい承知しました落ち着いて考えてみるとこの紳士が目薬うんぬんのことを知っているのは不思議なことだ しかし私には未だそんなことを考える余裕はなかったやがて球児は命ぜられた通りタオルを絞って持ってきたコーヒーを2つそれに菓子でも持ってきてくれたまえ国威の人は球児に命じたはい球児が立ち去ろうとすると彼は呼び止めた君君あの時計は合っているね はい、よく合っています球児は壁にかかっている大きな時計を見ながら答えた時計は8時10分過ぎをさしていたそうだよく合っている紳士は自分の時計と見比べながら独り言のように言った私は熱いタオルを目の上に当ててそっとこすっただいぶんよくなってきた やがてしばらくは目を開けていられるようになった落ち着いて辺りを見回すとここは D 坂にある大きなカフェの一室で私も一二度来たことがある別に不思議なところではないのだった私はつくづく黒衣をまとっている人を見た年の頃は356だろうか英知に輝く広い額引き締まった 日本人にしては高すぎる花。強い意志を示しているややくぼんだ澄み切った双眼一口に言えば全てのものは教養のある聡明さを表していたそして色の浅黒いのと顔面筋肉の緊張は相当社会的試練を経てきたことを語っていた独力で立派な社会的地位を築き上げた人に見るような親しみやすい ししかしどこかおかしがたいところのあるタイプの紳士だった私は主義として酒類をいただきませんので失礼いたしますそう言って彼は私に給仕の置いていった熱いコーヒーを勧めたありがとうございます私は静かに茶碗の中へ角砂糖を入れた私はあなたが森川のところをお出になるのを見たのです 彼は底力のある低い声で言ったいえ実は中におられる時から知っていたのですえあなたが私は遮った彼は一体何者だろうかそうですしかし驚きになるには及びませんそれについて私はあなたに折り入ってお願いがあるのです 初めてお会いしてこんなことを申し上げるのは、甚だ失礼ですし、それにあるいは、私をご信用くださらないかもしれませんが、私も男です。どうぞお信じください。私も、あなたを頼みになる方と信じてお願い申すのです。はあ。彼は一体何を言い出すのだろうか。私は固くなった。 あなたは森川の二階でずっと目が見えませんでしたか彼はじっと私の顔を見ながら言ったはあ薬を刺されたからはほとんど何も見ることができませんでしたあなたはどこにおられたのですか森川のほかに人がいるとお思いになりませんでしたか彼は私の質問には答えないでかえって私に質問を続けるのだった そうです。家の中には森川さん一人かと思っていました。では、森川を殺した人間についてはどうお思いです私には少しもわからないのです。私はついさっき見た森川のむごたらしい姿を思い浮かべてぞっとした。一体この紳士は何者だろうか。どういう目的で私にこんなことを聞くのだろう。 彼は犯行に関係のある男かそれとも私を試しているのかそうですか彼はしばらく考えていたが実は私は故あって彼を殺したものを知っているのです彼の顔面には苦悶の表情がさっと浮かんだえ私は飛び上がった。 お静かにお静かに彼は私を制しながらそうです多分私の考え通りだろうと思うのですだ誰が殺したのですかそれが今はちょっと申し上げられないのです彼は大然として言ったところであなたは森川の倒れているのを見られた時に なぜ近所の人なりまたは警察なりを呼ぼうとせられなかったのですかあなたは森川が殺されているということが発見された時に警察へ呼ばれるだろうと予期しておいでになりますか私は自分のうかつと警察とを恥じないわけにいかなかった私はあの空き家のようながらんとした2階でにわかに資格を失った寂しさと不安と そして森川医師の機械な行動にすっかり臆病にせられて死体を見た時にはただ逃げ出すより他のことは考えなかったのだたとえあなたが何かの嫌疑を被られたとしても彼は私が返事に窮していることなどにかまわず小声に雄弁に語るのだった私は真犯人を指摘することができますから少しもご心配はないのです しかし私はあなたにお願いするのです。もし剣儀をお受けになったら、しばらくそのお名に甘んじていただきたいのです。え私は再び飛び上がった。驚きはごもっともです。しかし決して忌まわしい殺人の罪を着ることではありません。ありのままを言っていただければいいのです。ただ、 私という人間にあったことだけは絶対に秘密にしていただけばいいのですあなたはわざわざ私をお呼び止めになったではありませんか秘密にしてほしいのなら強いて呼び止める必要はなかったではないかという意を含ませて私はなじるように言ったあなたが私の存在に少しもお気づきにならなかったのならあなたをお呼び止めする必要は全然なかったのです ししかしその点が不確かですし仮にあなたが私のことを少しもご存じなく先ほどの出来事をありのまま述べられたとすると当局者はおそらくあまりに事件が危機快々なのであなたの言われることを信じないでしょうそうするとあなたはどうしても嫌疑を受けられることになりますそうすれば真犯人を知っている私は速やかにあなたの冤罪を注がねばならぬわけです ところが私はある事情によって今しばらくはそうすることができないのですつまり私はある期間あなたを冤罪に苦しめておかなければならぬことになります何も知らないあなたを苦しめるよりむしろ初めから事情を明かしてしばらくご辛抱をお願いする方が紳士的であると信じて各お話申し上げた次第なのです彼の言うところは常理にかなっていた が、しかしどことなく不安なところがあるのだあなたのご事情というのをお話し願えないでしょうか私は聞いた甚ははだ勝手ですが申し上げかねるのです彼は言いにくそうにこんな勝手なお願いをするという法はありませんがどうか私を助けると思ってご承知ください その代わり私は誓いますいかなる難境にあなたが陥られることがあっても私は必ずあなたを救います一時的にあなたに迷惑のかかることはあっても結果においては断じてご迷惑はかけません彼の言葉には誠実があふれていた考えてみると彼は私に森川委員におけるありのままを陳述することを少しも禁じていない ただ彼にあったことを言ってくれるなというのだが本来彼の方から進んである事情を私に知らせてくれたので彼さえ言わなければ私はもとより知らないことなのだまず知らしておいてしかる後言ってくれるなというのは彼が私を信頼して紳士的態度に出ているわけなのだそれにいかなる権疑を受けるとしてもまさか冤罪で処刑されることもないだろう こう思い回して私は本来頼まれたことは嫌とは言えぬ性分でまた引き受けたからには押し通すという意固地なところもあるのだがそれだからこんなことを引き受けたのは後から考えると危険至極なことだったがとうとう承諾することに決心したのだった承知しました私はきっぱりと答えたありがとうございますお礼の申しようがありません 彼は静かに頭を下げた公言のようですが私は一旦引き受けたからにはまず最後まで押し通すことができると思います誠に心強く存じます同時に私はあなたが虚言を言う人でないと信じますもし私が難境に立つことがあったらあなたの誠意あるご援助を望みますその点はどうかご安心ください 結果ににおいてあなたにご迷惑をかけることは決していたしません。こうして私は国威をまとう人の名前も住所も聞かないで彼に会ったことを誰にも言わないという約束をしてしまった諸君は私の非常識を現れるかもしれないこのために私がいろいろな苦しい目に遭ったのも自業自得だというであろうしかし私は今でも あの奇怪な出来事のあった冬の一夜カフェの二階の一室で一杯のコーヒーをすすりながら成立した約束はまことに男子と男子との約束だったと思っているさて私はこの約束のためにどんなつらい目を見たことであろうか2 この物語のうちで私にとって最も不愉快な部分に来たできるなら私は語ることをやめたいが全然省略してしまうわけにいかぬ私はできるだけ簡単にいかに私が苦き試練を課せられたかまた私がいかに意固字に振る舞ったかということを述べておこうとにかく翌日を待たないでその夜遅く 私は踏み込んできた刑事に降院せられた言うまでもなく電話の途中で悲鳴が聞こえたまま話が途絶えてその後といかに呼んでも出てこないので非常な不安を感じた森川医師の妻は大急ぎで帰宅したそして夫が電話機の下で無残の最後を遂げているのを見ると率倒せんばかりに驚いて巡査を呼んだ 受話器は外れてコードはぶら下がっていたそこで直ちに検事局の活動となり診察簿に記入してあった生命と住所によって私は第一の検疑者として召喚せられたのである森川医師はサイ君のかけた第一の電話の時には確かに生きていて患者すなわち私が来たことを告げ出し第二の電話の中途で何者かに襲撃されて倒れたのだから その間にちょうど言い合わせた私に嫌疑がかかるのは当然だった私は事実をありのままに申し立てたすなわち私は第1と第2の電話の間に後半水を点眼されたために何者をも見ることができないでじっと椅子にかけていたことを詳しく話したのであるしかし私の話は事実としてはあまりに危機かいだった第1 たとえ一時的に失明の状態にいたとしてもとにかく目標のところで人一人が殺されたのであるからいかに何でも多少の格闘は行われたであろうから全然何も知らなかったというのは甚ははだ不思議である 2> 第2何故森川医師の死体を発見した時に直ちに当局に放置しなかったか第3に森川医院を出てから帰宅するまでの約1時間私は何をしていたのかなどなどと 私の陳述に対していろいろの疑惑が起こったのだしかし一方において私の無罪を立証するような事実もある第1私は一時的目の見えない状態にいた森川医師は第1の電話の時に8時10分前患者の来たことと治療に約10分を要することと彼の妻に告げた 血膜炎の患者に甲板水を点眼することは普通に行われているし点眼されたとすると第2の電話8時の時に健全な人間を刺し殺すだけの視力を回復していないことは十分言えるのだった第2に私は住所生命とも隠さず告げている殺人を犯す者がこんな愚かなことをするだろうか第3に凶器に用いられた 奇妙な異国風の飾りのある探検は私のものではない誰も私があんな探検を所持しているのを見たものがないなどなどであるしかし以上の書店は疑惑をかけられる方もまた無罪を立証する方もいずれも甚ははだ微弱でそうでない場合も十分考えられるで結局私は 森川委員を出てから帰宅するまで約1時間をどう送ったかということが言えなかったのが最も不利だった無論私は無我夢中でそこいら中を歩き回ったというふうにごまかして答えたけれどもそれは信ぜられないのだそこで私は物的証拠は少しもなかったけれど3週間警察署に留め置かれた挙句検事局に送られてそこに3ヶ月余りを暮らさねばならなかった ここれは全く予期しないことだった。私の考えではよし嫌疑を被っても暫時にして晴れることと思っていたのだよし完全に晴れないまでも証拠不十分のゆえでまもなく奉還せられることと信じていたのだ未決という忌まわしい名のもとに百日を獄僧に送ってしかも越年までしなければならなかったとは不幸の極みだった一つには この危機快快な殺人事件、すなわち広々とした委員の異質としたところが町中のしかも酔いの口にたとえ目は見えなかったとはいえ一人の男の眼前で被害者が電話機に向かっているところを何者とも知れず探検で胸を人差しにしたという事件に嫌疑者しかも微弱な嫌疑者として私一人あるのみで他に何の手がかりもないということが たとえ嫌疑が微弱でも容易に私を放免することを許さなかったのにそういないのだ奇怪な事件とともに私の名が新聞上に現れると私の先輩・知己・友人は争ってあるいはわざわざ訪問したりあるいは慰問の手紙を送って心から同情を示してくれたしかし私がある事柄について口を勘して語らないために起訴されそうな規制になると 彼らは一人二人と私の周囲から去っていった余震が一月二月を経過するにつれていつか私には真に同情してくれる一人の友人すら見いだすことができなくなった無情な会社は体のいい口実のもとにわずかな涙金を持って私を解雇してしまったただ一人ああ それは私にととっってなん幸福であったか妻だけは私を見捨てなかった彼女は嘲笑と軽蔑のほかに何者も与えない無情な世間に反抗し続けて貧窮と戦いながらももとより私の家には若干の蓄えはあったし会社の支給した金もあったがそんなものは無罪の罪に泣く人のために3ヶ月余りも奔走すればたちまち消えてしまうのに何の不思議があろう。 親戚にさえ見放された私を信じてくれたのだった彼女は私の無罪を固く信ずるとともに私が何者かの依頼のために知っている事実を隠しているのであることを感づいているらしかったしかし私の気性を知っている彼女はそのことについては一言も言わなかった彼女もまた彼女の意地で世間から指南される夫を支持しているのだった 私は刑務所の面会所で泊まり気を隔ててやつれた妻と汚れた着物にくるまっているしなびたわが子を見た時何度泣いたか知れないそしていっそう恨み事でも述べてくれればいいものを黙って歯を食いしばっている妻の姿を見ると本当に腹たがちぎれるようだった私は深夜ごくりで何度考えたか知れない私はなおこの感覚に耐えて 約束を守り続けなければならぬのだろうか彼は必要な時に救助するために現れるという約束にもかかわらず用として消息を絶っているではないかもしかすると森川医師は彼が殺したのではないだろうかそうして私に罪を背負わせようとしているのではないだろうかそんなことではないとしても一体私はいつまでそうしていなければならないのか 自業自得として私自身は忍ぶとしても可憐な妻子にまであの国威をまとうた人のためにあんな新酸をなめさせねばならぬのだろうかたった一言彼から依頼されたことを漏らしさえすれば私は放免せられるのだ私はいくどか誓いを破ってあのカフェの一室の会見の始末を申し述べようと思ったしかし私はその度に 彼が私を信頼しきった態度と、私が彼に対して固く誓った約束の言葉を思い起こすのだった。私はどうしてあの約束を保護にすることができよう。もし彼が真の真士で、彼の述べたところに偽りがないとしたら、私が約束を破るようなことをすれば、彼はいかに迷惑するか。いや、それよりも、 彼は私を嘲笑するに違いないのだ。未だ最後の時が来たわけではない。私の命を絶たれる時か、それとも妻子の餓死する時が来るまでじっとしていても遅くはないのだ。私はそう思っては、話すことを思いとどまるのだった。けれども、余震判事から順々として解かれた時や、 妻のの無言のしおれた姿を見ると、私は私自身の遺地に呪わしい嫌悪を感じて、国威の彼を激しく憎悪することさえあった。彼があの時私を呼び止めさえしなければ、彼があんな依頼さえしなければ、そして私を束縛さえしなければ、私はこんな浮き目を見ることはなかったのだ。と、そう思うのだった。 しかしもう一歩深く考えてみればすべて高原をもって引き受けた私が悪いのだ誰を恨もうだが一体きっと結果においては迷惑をかけないと誓った彼はどこにどうしているのだろうか私の反問は面々として尽きなかった百四日の間に私はげっそり痩せて目は乱々と光り やがては精神に異常をきたすかもしれないと思うのだった私は今でもよくあの苦しい数ヶ月を頑張り通せたと思うこんなことをくどくど述べていてはきりがない私の反問と課せられた苦い試練については読者諸君は十分推察せられたことと信じてこれ以上は述べないさてこうした状態が続いていたときに 森川医師の変死から約4か月目世はポカポカと暖かい春だったが突如として亡き森川医師の妻だった今は未亡人である夫人の自殺事件が起こった彼女は夫の死後病院は人手に渡してしまい夫の残した財産で気楽に暮らしていたのだったがどういうわけとも知れず自殺してしまったのだ 遺書というものもなく自殺すべき理由も少しも見当たらないがいかに調べても解剖までしたが自殺に相違ないのだ中にはもしや彼女は夫を殺害したので両親がとがめて自殺したのではないかと言い出すものがあったがあの事件当時彼女は現場とはかけ離れた場所にいたのだから問題にならないのだが この事件で迷惑したのは私だった。だいぶん時が経って忘れられかけていた前の事件が事新しく霊々と新聞に出されて、再び恥をさらさねばならなかったからである。私をつぶとい犯人と罵った新聞さえあった。しかし世の中のことというものは何が幸いになるかわからない。私のことが再びパッと世間の評判になると、 例の D 坂のカフェの雇い人が新聞に出た私の写真に気がついたのだ前の時は私が妻に命じておいたので写真は出なかったのだが今度はどうしたのか出たのだったもっとも彼は訴え出るということについては躊躇していたのだったがある晩一組の客があって私の行動を知っている者は早く訴え出てやればいいとしきりに話していたのでついその気になったのだった 彼の口から私の当夜の行動が逐一知れた幸いにも国威の人は彼に時間を聞いたりしていたので彼は私の来たのが8時10分より早いことを証明してくれた教皇の推定時間が8時前後だから私は森川医師の死とともに委院を出たことが証明されたのみならず国威の人が私のためにタオルを取り寄せたりしたので球児は 私が当時いまだ目を真っ赤に晴らして十分見開けなかったことを証言したさかのぼって強行当時には私はいまだ到底森川医師を刺し殺すだけの視力を回復していなかったことが証明せられたのである国威の人については厳重に尋問せられた私は彼に路傍で呼び止められて彼は私を解放するためにカフェに連れ込んだのだが 彼が自分のことは言ってくれるなと頼んだから、今まで黙っていたのだと答えた。やがて私は放免されて、国威の人は厳重な捜索を受けるようになった。私は国威の人が気の毒でならなかった。私は約束を守ったのだが、思いもかけないカフェの給仕からことが漏れたため、彼は彼の願い、すなわち、 ある期間私に嫌疑を受けていてくれと言ったその期間は中途で破られたのだしかしそれは彼が私をカフェなどに連れ込んだためで私の責任ではない国威の人には気の毒だったがこうしたわけで私は4か月の苦行から逃れてキン,キン禅として世に出て春の恵みを受けたのだった 「私が荒れ果てた我が家で妻子と愛抱いて泣いたことや今後の身の振り方に窮してうららかな春の日を呪ったことなどは読者諸君の想像にお任せするとして私は結末を急がねばならない私が出国してから23日目の夜私の牢屋には荷もつかない一台の立派な自動車が角口に止まった」 運転手のうやうやしく出した手紙には思いがけなく至急この車に乗っておいでありたし国威の人という意味がしたためてあったああ彼はやはりどこかの片隅で私の行動を監視していたのだ彼は私を呼んで違約の席をとがめようというのだろうかそれともまた何か新しい忌まわしいことでも依頼しようというのだろうか 私と妻とは無言で顔を見合わしたまましばらく呆然としたしかし私はどうしても国衣の人を悪人と思うことはできなかった結局私は心配する妻をなだめて向かいの自動車に乗ったのである自動車は故意に回り道を通るように縦横無尽にある時は遅く走った尾行者を防ぐ手段であることはよく分かった 1> 1時間ほど走り回った末自動車は山の手のある立派な邸宅の前に止まった見事に咲き誇った一本の老王がほろほろと花弁を散らしながら門当に鮮やかに照らされていた様式の玄関に一歩踏み入れて突き当たりに螺旋型の階段を見た時に私は森川委員を思い出して思わずぞっとした ししかしここはこうこうと明るくて全てがゆったりして見えた式台の上にはフロックコートを着た長身の人がうやうやしく私を迎えたおおその人こそは国衣の人であった彼は手を取らんばかりにして私を立派な大きな一室に招き入れた何ともお礼の申し上げようがありません 部屋に入るとすぐに彼はそう言って私の手を固く握った目には涙が光っていたお役に立たなかったことを恥じます私はあなたの許可なくして出国しましたしかし全くやむを得なかったのです彼の真心を込めた挨拶に私は何ということなく涙ぐみながら答えたいいえ 決してそうではありません彼は燃えるような目を私に向けながら私はあなたのおかげで望みを遂げました私はどうして感謝の意を表していいかと思っているんですえではもう私の役は済んだのですかそうですそうだからこそあのカフェの給仕に訴え出させたのです 彼は泰然と言い放ったえではあなたの指図で私はびっくりしたまあそうです彼は初めてニコリとした色々いろいろ申し上げねばならぬことがありますどうぞおかけください私は天井の高い大きな部屋の真ん中の 半ば以上体を埋めてしまうようなひじつき椅子に腰を下ろした部屋は適度の快い明るさで隅々まで照らされてカーミンの置物やサビのついた芸術的な額や厚ぼったい敷物などが少しも威圧することなしにむしろゆったりとした落ち着いた心よさを与えたどこからともなくクラシカルな方向が漂うていた 今度新聞にあなたの写真が出るようにしたのは私なのです国衣の人は私に相対して腰を下ろして話でしたご承知のように前の時は写真は出なかったはずですあなたの写真は全て私が買収しましたから最近に私はまずあなたの写真を新聞社に提供しておいて大勢の友人とあのカフェに行き 弓二に訴え出るようにサジェスチョンを与えたのでした以前新聞に写真が出なかったのは私が妻に絶対に誰にも写真を与えるなと命じておいたからだと思っていたがやはり彼にはそれ以上の最新の注意があったのだそうだったのですか私は言ったええあの弓二が訴え出さえすればあなたがあのカフェに入った時間と 当時のあなたの目の状態がわかるようにしておきましたから必ずあなたは放免せられると信じていましたではあの初めにカフェへ入った時に時間を聞いたり私の目の手当てをさせたりしたのはあらかじめ計画したのだったかなんという周到なそうして遠大な用意だろう私は驚嘆した一体これほどの計画を何を目的にしてやったのだろうか であなたの目的は何だったんですか私は膝をすすめた森川未亡人を罰することつまり彼女を自滅させるためだったのですえ再び私は飛び上がった神山さん私は復讐を遂げたのです私は 森川の妹のの妹たために復讐をしたのです。彼の目はランランと輝いたがやがて張り詰めた力を失ったように椅子に身を沈めながら「森川の妹」と言っても衣服まいですが彼女は私の恋人だったのです私はある事情のために彼女を日本に残したまましばらく海外に行っておりました あのの事件の起こった少し前記帳してみますと彼女はすでにモルヒネ中毒で衰弱の極みに達していました私はすぐに森川夫妻の関係を見破ったのです彼らは凶暴して彼女の財産を横領して医院を新築したりなどして彼女の命を巧妙な方法で縮めているのでした これらのことについいてては今詳ししく申し上げている暇がありません実は私は今夜の終列車でここを立ちましてうまくいけば明日神戸を出版して海外へ行くつもりなのですしかし私は捕らえられるかもしれません警察では私とあなたの間には連絡があると信じていますからここへお連れするにしても十分の注意はさせたはずですが 尾行されたかもしれないのです。そんなわけで、私は詳しく申し上げているわけにはいかないのです。とにかく私の気づいた時には全てが手遅れでした。私に残された唯一の方法は復讐あるのみだったのです。私は復讐の日を彼女の最後の日と定めました。あの夜はご承知の通り、 彼女の臨終の日でした森川の妻の方は大胆不敵にも彼女の臨終の枕元にはべりましたがさすがに両親が咎めるか森川の方はそれができなかったのです彼は妻から催促を受けて何とか言い逃れながら不安と恐怖でイライラしながらあの空き家のような家の中を歩き回っていたのですところへ 思いがけなくあなたが訪ねてこられたのです森川は一つには不安な心を紛らすために一つには妻への口実をこしらえるためにあなたの診察の求めに応じたのでした私はその前から忍び込んでおりましたあなたに薬液を点眼して間もなく彼が妻から催促の電話を受けたのはご承知の通りです彼は、 妹のいよいよ既得である報告を聞くとさっと顔色を変えて手足をブルブル震わせながら家中を歩き回りました私は探検の柄を握りしめながら彼を監視していたのです私はあの時両目を閉じてじっと耳を澄ましながら医師のなんとなく穏やかでない態度に不安を感じるのだったがあ,あそこには 世にも稀な恐ろしい光景が展開していたのだった国意の人はこの時ちょっと言葉を切って考えていたがやがて私に聞いたところで森川が不安でイライラしながらあなたのそばへ来て目の様子を尋ねた時にあなたは彼の妹のことを聞きましたねええ私は目は見えないしなんだか不安でならないものですから 話しかけようと思って、つい何かあんなことを聞いたのです。私は答えた。そうだったのでしたか。国威の人は頷きながら。あなたは別に何の気なしに聞かれたのでしょうが、さっきから不安と恐怖とで心を取り乱していた彼には致命的の質問でした。彼はたちまち一足飛び下がって、恐怖と憎悪とに満ちた。 一種名状すべからざる表情であなたをにらんで「うー」と野獣のようなうめき声を出しました私はあの時の気味悪さを思い出した私が妹のことを聞くと返事がなくて代わりに「うー」といううめき声がしたのだったがそれから彼はそっと薬品棚に忍び寄ってポケットから注射器を出して 恐るべき毒薬生産を吸い込ませ再び抜き足差し足であなたの方へ迫りましたえ私は声を上げた妹の既得を聞いて今更ながらの恐怖に怯えているところを出し抜けにあなたに妹のことを聞かれて逆上した彼はあなたを殺そうとしたのです私はゾッとした 何の返事もなく、たとも音のしない不安さに、なんだか後ろから人の忍び寄るような気配を感じてたまらなくなった私は、悲鳴を上げようと思ったのだが、ああ、見えざる目よ、呪われてあれ、私はもう猶予すべきときではないと思って、そっと闇の中から出て探検を抜き取って、たちまち彼の後ろに迫ったのです。うを回想するように、 国威の人の目は険しく光ったああなんという苦しき運命よにわかに光を失った私の後ろから恐ろしい悪魔が鋭い爪を研ぎかけているその後ろからニンニクの身だが甲馬の剣をかざして迫っているのだそして私は何も知らないのだったその時に りがけたたたままししくなりました国衣の人はほっと息をついたあの殺気だった息詰まるような沈黙私は殺気に圧倒されてまさに悲鳴を上げようとし二人の間には恐るべき決闘が行われようとしていたその一瞬間前の沈黙を破ったのはけたたましい電輪だった私は飛び上がったのを覚えている彼は 慌てて注射器をズボンのポケットに突っ込んで電話機に飛びつきました私は剣を隠して再び薬局の闇に潜みました電話は彼の妻からでしたそうして彼はあの恐怖に満ちた勝ち時のようなうめき声で「死んだのか」と言ったのです刻意の人の顔にはみるみる苦悶の表情が現れた 彼は腰を浮かして両手を砕けんばかりに握りしめて唇をブルブル震わせた。お察しください。あの一言を聞いた時の私の苦問を彼女が死んでいくのはもとより覚悟をしていましたが現在の和田が彼女の死の瞬間を電話で聞きながら異様な笑みを浮かべている顔を目の当たりに見た私の苦痛をどうぞお察しください。 私は無論薬局から踊り出たのです。しかしそれより先あなたは何とも言えない叫び声を上げられたのですそうだ森川医師の「死んだのか」という一言犠牲者の死んだことを知ってあげた恐怖に満ちた勝ち時、両親の呪釈に耐えない安心私はあの言葉のうちに悪魔の呪いのような脅威を感じた 前々からの不安が耐えきれなくなって叫び声を上げようとしていたのが不意に電話の驚きそれから彼の恐ろしい一言私は我にもあらず異様な叫び声を上げたのだった彼はあなたの叫び声に驚いて夢中で手に持っていた受話器をあなためがけて投げつけたのです彼は受話器にコードのついていることを忘れていました 受話器は高度の許す限り飛ぶと今度は伸びきった高度の長さを半径として大きく半弦を描いて彼のところへ飛び返ってきましたあっという間もなく飛び返ってきた受話器は彼の腰のあたりを打ちました不幸にもそこには生産を満たした注射器があったのです針はぐさとももに刺さったのです 彼はたちまち倒れましたえでは彼は私を殺そうとした毒液で死んだのですか私は飛び上がったまあなんとこう驚くことばかりあるのだろうそうです私の駆け寄った時には彼はもう事切れていました彼は天罰によって非業の死を遂げたとは言いながら 私はまんすることができませんできせした私は復讐のために彼の胸を探検でぐさと突き刺したのです彼は握りしめた拳を突き出したあなたはそれを信用してくれますかしばらくするとぼうぜんとしている私に強いて作ったような冷ややかな笑みを浮かべながら国衣の人は言った 探検が垂直に死体の胸に刺さっていたことが倒れてから刺したということを物語っていますもし私が彼の電話をかけている後ろから忍び寄ったのなら胸を刺すことはできません彼の振り向いたところを刺したのなら剣はどうしても斜めに刺さるはずです仮に彼がすっかり振り向いて私と相対したとしたらいやそんなことはできないはずです 彼は総和機に向かって言葉を発している最中に倒れたのですからしかし仮にすっかり振り向く余裕があるとしたら彼は私の姿を見て本能的に飛び去りましょうし追い詰めて胸を刺したとしたら彼の死体は電話機の下に倒れているはずはありません彼が電話の中途で倒れたこと電話機のすぐ下に倒れていたこと 探検が胸に垂直に刺さっていたことが、雄弁に彼が倒れてから刺されたことを証明しています。それからあなたは桃のような生産の匂いを嗅ぎませんでしたか国威の人は聞いた。桃の匂いええ、嗅ぎました。あれが生産の匂いなのですか私は言った。そうです。 それに彼のズボンを調べれば注射器が入っているでしょうし出血の量や血液の科学的成分などが私の言ったことの事実であることを十分証明すると信じます国威の人はちょっと言葉を切ってしかしそれだけのことを証明するには相当の事実を要しますからもし捉えられると私はしばらくは監禁せられるものと覚悟しなければなりません そうすると私は森川よりも一層憎むべきむしろ主犯と言うべき彼の妻に復讐を加えることができませんそこで私は自分自身をしばらく安全にするために嫌疑をかけられそうな位置にいるあなたに身代わりを頼んだのです黙っていてもあなたに嫌疑はかかるでしょうが一つには私はあなたが叫び声を上げられたのは あるいは私の姿を見られたためではないかと思ったのと一つには黙まってあなたを苦しめるのには忍びないのでお目にかかってお願いしたわけなのです私はいい人を選びましたあなたが立派に約束を果たしてくださったために私は4ヶ月の猶予を得て彼女を自滅せしめて目的を貫くことができたのです私は改めて 心からの感謝をあなたに捧げます。長い物語は尽きた。私たち二人は手を固く握り合って涙を流した。春の夜はいつか更けて、辺りは咳としていた。こうしてはいられません。国意の人は形を改めた。私は宣告申し上げたように、今晩の終列車で立ち、 うまくいけば神戸から乗船して海外に参ります卑怯なようですがやむを得ませんあなたにはあるいは再びお目にかからぬかもしれませんつきましてははなはだ失礼ですが記念のためにこれを差し上げたいと存じますどうぞお納めくださいそう言って彼は一つの紙包みを差し出した 私は切に辞退したけれどもついに受け取らざるを得なかった私たちは再び固い握手を交わした後名残惜しくも別れたのだったそれっきり国威をまとうた人には愛もしなければ恩信も聞かない彼の記念にとくれた紙包みの中には巨額の金と巨大なダイヤモンドに輝く指輪とが 入っていた。